皆さんこんにちは、しのべ奏者の片野さとしです。今日もこれから雷行を釣りに行っていきたいと思います。今日はこんなルアーを使ってみたいと思います。じゃん、100円ショップのダイソーさんから発売されているフロックですね。で、私最近、福島のレインズさんと釣りチームの代表されているマチャさんと仲良くさせていただいていまして、そのマチャさんがぜひ片野さんこのフロック使って雷行釣ってくださいと、勧めてくださいました。そんなわけで今回はこのフロックを使って雷行を釣ってみたいと思います。それでは本編ご覧ください。はい、釣り場到着しました。赤い方ですね、レッドヘッドから使っていこうと思います。雨が降ってきました。やりました。久しぶりに釣れた雷魚です。見えますかね、見えますか。フロックが丸のみです。ダイソーフロック釣れました。やりました。サイズは56センチ。ダイソーブロックで釣ることができました。マチャさん見てますか。じゃあ、リリースしたいと思います。お疲れ様でした。おかげさまでようやく1本ダイソーブロックで釣ることができました。ここのところね、5回連続かでちょっと魚釣れてなかったんですけどもね、本当に久々に魚の顔を見ることができて、ちょっと一安心です。また楽しい釣りをしていきたいと思いますので、ご覧いただければ嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。しのぶ奏者片野さとしでした。船は夏を越え、冬を越え、季節